カブスキジャケチャンネル。はい、どうもカブスキジャケチャンネルです。今回は15日の阪神戦振り返りたいと思います。というわけでタイトルはこちら、6連敗でストップした久々の勝ちゲームを振り返りたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで15日の阪神戦ですが、7対6で見事勝利したということで、久しぶりの勝利、6連敗でストップしたということになりました。何はともあれね、連敗が止まってよかったというところですね。しかもね、10連勝中の阪神相手に連敗を止めれたというところはね、一つ自信にしてもいいのかなと思いますし、またここから勢いが出てくるようなね、勝ちにもなってくるのかなというふうにもね思いましたので、なんとかこの勝利をまた明日明後日につなげてもらって、連敗した分また連勝してね、取り返してもらいたいなというふうに思います。はい、そんな試合のスタメンこのようになっていました。3番にショート小園選手ということで、まあ、今シーズン初めてかな、ショートで小園選手が3番起用されたというところになっています。で、1番には菊池選手で、8番には高知の堂林選手が起用されています。で、この試合の得点、久しぶりに大量得点でした。まず初回です。3番起用の小園選手がライトへツーランホームランで同点に追いつきます。その後3点勝ち越されるんですが、5回に西川選手のレフトへのタイムリーツーベース、さらに相澤選手のセンター前タイムリーヒット、そして6回の裏デビッドソン選手のセンターへのソロホームランで同点、さらに小園選手のレフトへのタイムリーで勝ち越し、そして4番西川選手もレフトへのタイムリーということで7点を奪えたというね、久しぶりに打線がつながったというゲームになりました。はい、では野手陣の気になるポイントをまとめていきます。まずポジティブ要素ですが、3番小園選手同点のホームラン、さらに勝ち越しタイムリーで3打点ということで、この試合は本当に小園選手のおかげで勝てたと言ってもいいのかなと思います。初回に森下選手のツーランで先制されて、まあ、連敗中、相手は連勝中で嫌な流れだったんですけど、直後ですね、ワンアウト1塁からワンワンからの3球目を小園選手が引っ張って右中間スタンドにホームランということで、この一発がねでかかったと思います。これがあったおかげでね、カープもねまだ今日やれるぞという風になったと思います。で、しかもね、この変化球をね打ったんですけど、まあ甘く入ってきたところをね思いっきり引っ張って右方向にねスタンドまで持っていけるという小園選手の魅力が詰まった一撃だったと思いますので、本当にいいバッティングだったと思います。これでもうね4本目のホームランということなので、まだまだ打ってもらいたいと思います。で、さらに6回もですね、2アウト1、2塁というチャンスの場面で回ってきたんですけど、初球のねフォークが浮いてきたところを思いっきり振ってレフト前というところで、もうあそこのね甘く来た変化球を捉えれるというところ、小園選手の積極性が出た魅力ある一打だったと思いますし、これね、小園選手の打席の野間選手の前にちょっと一回雨でね中断があったので、本当にここ集中力を保つというところがね難しかったと思います。で、前のね野間選手も凡退して2アウト1、2塁になってしまったという中で、まあ、小園選手が決めなければならないという責任感、プレッシャーもあったと思うんですけど、もうそんなのね関係なしに集中力保ったまま初球から振りに行けるというところ、これも本当準備できていたという証拠だと思います。で、打った後ね一塁ベース上でもすごくガッツポーズしてまして、本当に責任持って頑張ってくれてるんだなという印象も受けまして、本当にかなり成長してるなというふうに思いましたので、もうバッティングの状態もいいですし、まあ、そういった姿勢からもね本当3番固定といったところでしてほしいなと思います。昨シーズンもね思い返せば最初はね3番小園でスタートしたんですけど、なかなかそこがハマらなかったというねところがあるんですけど、まあ、1年以上経って今3番としても十分いけるというふうに分かったゲームになったかなと思いますので、まあ、秋山選手もなかなか戻れないというところがあると思うので、まあ、ここで3番小園選手というところをねはめてもらって、まあ、今後ね、まあ、優勝争い CS 争いといったところをね戦い抜いて、くれたらもう小園選手の経験にも絶対なると思いますので、小園選手3番でこれからもね期待したいと思ってます。
で4番の西川選手も2本のタイムリーで2打点というところで、西川選手もねいいところで2本ヒットタイムリーが生まれました。まず5回ですね、2アウトランナー3塁というところで追い込まれてはいたんですけど、インコースの球をねまたこれまたね西川選手らしい逆方向に弾き返すというね3塁線破るツーベースで1点取れました。ここもね1点取れたの非常に でかかったと思います。で2打点目はね6回小園選手のねタイムリーの後ですね、まあ、こちらもね12球粘って12球目をねまっすぐをレフト前というところで本当によくね粘ってましたし、最後タイムリーで決めるというところ勝負強さがねもう4番の一打だなと思いましたので、まあ、西川選手が復帰して、初めて勝てたゲームというところにもなりましたし、まあ、自分が打ってね勝ったゲームでもあるので、まあ、今後もね4番としてこういう貴重なタイムリーをね打ってほしいなと思います。でデビッドソン選手は甘い変化球を仕留めて12号の同点弾ということで、こちら6回ですね、先頭のデビッドソン選手ピッチャーがね馬場投手に変わったという場面だったんですけど、2球目浮いてきたカットボールをね打つと、もう右中間スタンドに入ったというところで、まあ打った瞬間ね入らないかなと思ったんですけど、まああれが入るのはねデビッドソン選手のねパワーですので、やっぱすごいなと思いましたし、まあこういうね抜けた変化球を捉えるというところがデビッドソン選手にね求められる役割なので、まあ、本当によくやってくれたなと思います。で次の打席もね、外のねアウトローの難しいまっすぐを、打ってライトオーバーのツーベースというところで、まあ、あれもね打球が伸びて森下選手もね目測誤るぐらい非常に伸びていたので、まあ、やっぱりそういったパワーがあるんだなと思います。でマルチ安打というところでやっぱ状態もね上がってきてるので、デビッドソン選手もやっぱり右左関係なくねスタメンで固定すべきかなと思うので、まあ、起用されればこういう風なね一発でチームに勢いをつけてほしいなと思います。で続いてね代打の相澤選手2アウトから粘って9球目をセンター前のタイムリーというところで、まあ、こちらも5回の裏の攻撃になります。西川選手のタイムリーで1点返して2アウト2塁という場面で、代打の相澤選手が送られました。でこちらもね、早々に追い込まれたんですけど、まあ、そこからね粘って粘ってすごかったですね。本当に落ちる球で三振空振り誘ってきたんですけども、そこを食らいついて、で、まあ、誘い球を見送って3ボール2ストライクにしてから、もう最後はね本当に拾うような感じでも当ててセンター前に落としたという、本当に相澤選手の経験値といったところが詰まった一打になったかなと思います。あそこでね1点取れるのと取れないのとじゃ全然変わってくるので、2アウトからの貴重な1点というところでまたゲームをね1点差に追い詰めたという非常に大きな役割をしてくれたのかなと思います。1塁でね相澤選手もガッツポーズしてたんですけど、非常にねかっこよかったですね。まあ、今後もね相澤選手こういった勝負の場面で代打で起用されると思うので、バッティングの状態も本当に上がってきてると思うので、こういうねいい位置だというところをね放ってほしいなと思います。であと走塁面はね4盗塁と走りまくったというところで、まあ、ランエンドヒットのね空振りの後の盗塁といったところもあったんですけど、まあ、4つ走れたというところはね、まあ、これから阪神と戦う上で嫌なイメージがねついたかなと思います。坂本選手もね、させなかったといったところで嫌なね感じあるかなと思いますし、まあ、投手陣も阪神投手陣もより警戒して、バッターにまっすぐ多め投げるとかいうところにもなってくるかと思うので、まあ、ここは一つ良かったと思います。まあ、ただ個人的にね、ランエンドヒット失敗での2盗塁成功はあるんですけど、まあちょっとランエンドヒットするとねバッターがね、まあ、別に振らなくてもいいんですけど、まあ、当てないといけないっていうね気持ちが出るので、まあ、人間振ってしまうんですね。それでちょっと小園選手とか三振になったりしてたので、まあそこら辺はね、まあ、堂々と小園選手に打たせてもねいいのかなと思うので、まあ、ちょっとランエンドヒット使いすぎといったところは一つ、気をつけてもらいたいなとは思いますが、まあ、矢野選手の三盗とかもあったので、そういう積極的な盗塁といった点はね良かったかと思います。で反省ポイントですが、まあ、ここね一つまず心配なポイントなんですけど、デッドボールを受けた上本選手が途中交代ということで、まあ、5番でスタメン起用されていた上本選手なんですけど、4回の裏にデッドボールを受けてしまいました。で直後の守備から交代したというところで、まあ、当たったところもね手というところで、まあ、当たった箇所なので、まあ、大事を取っての交代かなとは思うんですけど、まあ、ちょっとね心配ですね。上本選手がもし離脱となると本当にセンター守れるような人がなかなかねいなくなってしまうところもあるので、ちょっと大怪我じゃないことをね祈りたいと思います。まあ、ただちょっと上本選手自体もねあのここ数試合スタメンが続いて疲れも溜まっていたと思うので、まあ、そういうねリフレッシュも兼ねてデッドボールのね大事も取ってちょっとお休みといったところもねいいかとは思うんですけど、まあ、ただすぐ戻ってこれるような怪我であることを祈りたいと思ってます。でもう一つね、1番の菊池選手ヒットは出たが今後もこのままなのかというところで、まあ、この試合ね1番で起用されて菊池選手なんですけど、まあ、3打数1安打でヒット1本でフォアボール2つというところで、
まあ、この試合は1番としての役割ね果たしていたんですけど、まあ、個人的に気になるのがやっぱ出塁率ですね。出塁率よく見るとね、規定に達しているバッターの中でリーグワースト3番目だったんですね。やっぱ1番はね、塁出る人がいいので、リーグワースト3番目の選手をね1番に固定して今後大丈夫かなというね不安もあります。でしかもこの試合もね、1打席目2打席目と、1打席目は初球打ってセンターフライ、2打席目はね、2球目を打ってショートゴロというところで、まあ、早打ちが決して悪いわけじゃないんですけど、まあ、1番バッターでね、早いカウントでアウトになってもらうと次のバッターとかもねかなり、まあ、迷惑じゃないですけど球数稼げないといけないというところもなってくるので、まあ、やっぱ下位打線とかで思いっきり初球からどんどん振ってもらう方が菊池選手にとってもいいのかなと思うので、ここの1番といったところはね、まあ、早めにちょっと見直した方がいいのかなと思います。今ね、堂林選手とか、まあ、ヒット出てないんですけどアプローチとか良くてね当たってるので、1番堂林選手にして1番と8番ね入れ替えるだけで、すごく変わってくるかなとは思うので、まあ、そこら辺の起用には注目したいと思います。まあ、ただ1打席目のセンターフライなんかも当たり自体はまあそんな悪くなかったので、もしかしたら状態上がってきてるというところでね1番、継続するかもしれないので、まあ、どちらにせよ1番で継続するならね、ちょっと早めに状態戻してもらわないといけないかなと思います。続いて先発の大瀬良投手です。この試合4回を投げて76球被安打6奪った三振3つ失点5という内容でした。ちょっと正直ね、まあ、多くのファンの方も期待してたと思うんですけど、結果裏切られたというところになるかと思うので、ちょっとね厳しいことも言うんですけど、まあ、中8日ででも事前からねこの試合カード頭は任されると告げられていたのにもかかわらず5回すら持たず4回で KO というところはね非常に残念な成績だったかと思います。もう正直あまりね個人的にも期待はしてなかったんですけど、まあ、どこかしらねエースと呼ばれることの選手なので、まあ、なんとかしてくれるんだろうと思ってたんですけど、まあ、ちょっと蓋を開けてみれば4回5失点で、まあ、直球はね146キロ平均というところで、まあ、最速150も出てて、球速は出てたんですけど、まあ、空振りが0個というところで、まあ、やっぱ球威がなかったのかなというところがね問題かと思います。まあ、これまでオープン戦とかは本当にまっすぐ走って空振りバンバン奪えていたのにもかかわらずね、ちょっとここに来て空振りが奪えてないのでこういう苦しいピッチングになってるのかなというふうに思います。で今のね好調の阪神打線のね上位陣を抑える力なしというところで、まあ、4失点、したところもね近本選手中野選手に打たれて、で大山、森下選手に返されるというね2点4点とも同じような形で捉えられて、で佐藤輝明選手にもタイムで打たれたというところで、まあ、ここら辺のいいバッターたちをね抑えるような力が今の大瀬良投手はねなかったというところが現実なのかなというふうに思います。まあ、ホームラン打ったね森下選手も素晴らしいのは素晴らしいんですけど、まあ、あれもねインハイのボール要求だったのがちょっと内に入って、ホームランされたというところで、今のね好調のバッターにそういう失投してはいけないという中でそういう失投してしまったというところで、まあ、失投してもねまっすぐに勢いがあれば、まあ、ホームランとかにはならなかったのかなと思うんですけど、まあ、それもホームランにされたというところでね、やっぱまっすぐの力もないのかなということがありますので、まあ、ちょっとそこがね今の大瀬良投手の現実、現在地なのかなと思います。でまあ、ちょっとねここ数試合不甲斐ない投球が続いているというところでね、まあ、なかなか勝ちもついていないですし、まあ、ここ3試合連続4失点以上しているというところもあるので、で遠藤投手とね玉村投手が結果残しているというところもあるので、まあ、正直なところ2軍でねまた降格がね妥当かなとは思いますし、まあ、ちょっと厳しいこと言うようですけど、まあ、こういう大事な試合で勝てたからいいんですけど、まあ、4回5失点で降りるようじゃ、まあ、エースとは呼べないかなと思います。勝てたはいいんですけど、まあ、中継ぎもねこのせいで多く使うことにもなってますので、ちょっとここら辺についてはね本当に反省点かなと思いますし、まあ、もちろんね大瀬良投手そういう責任感があるピッチャーなので、まあ、自分で分かってると思うのでね、まあ、そこら辺の課題といったところをねなんとか解決してもらってまた一軍のマウンドを戻ってきてほしいと思いますが、まあ、ちょっとねインタビュー新井さんのインタビュー聞く限り2軍降格なさそうなので、もしそうであれば次の登板までにはもう完璧に修正してほしいなと思います。はい、続いて中継ぎまとめです。今日は5投手がリレーしました。まず5回投げた大道投手ですが、当たっている上位打線からの攻撃を無失点に抑えたというところで、1番から始まる好打順だったんですけど、しっかりと無失点に抑えたというところで、まあ、そこでね点取られなかったのが一つ流れをねカーブに持ってこれたのかなというふうに思うので、非常にいい働きをねしてくれたかなと思います。で6回のターリ投手もね素晴らしかったですね。力強いまっすぐで三者凡退ということで、まあ、まっすぐで空振りも奪えています
ていましたし、ここでね5回の裏に点取った後の6回の表三者凡退で抑えたというところでね、勢いがカーブにも来てその次の回の逆転につながったかと思いますので、非常にいいピッチングで、これで中継ぎなんですけども7勝目というところでね、非常に面白い成績にもなってきているので、今後もね好投を続けてほしいと思います。で、7回栗林投手ですが、こちらも逆転した直後の回でね重要だったんですけど、ちょっとまっすぐがね荒れていたので、おちょっと怖いなと思ってたんですけど、フォアボール1つ与えたものの結局無失点に抑えたというところで、島田選手にはカーブ3つで三振奪ったりして、面白い配球でしたし、やっぱカーブはねいいかなと思いますし、まっすぐはねやっぱ走っているので、なんとか無失点に抑えてくれてよかったのかなと思います。で、8回島地投手ね、いきなり森下選手と大山選手に打たれて、ノーアウト2、3塁のピンチで、どうなるのかなと思ったんですけど、そこからね、すごかったですね。すまじかったですね。佐藤輝明選手、三振に、抑えて、糸原選手も見逃し三振。で、最後原口選手、ショートゴロというところで、非常にね、素晴らしいピッチングでした。やっぱね、奪三振能力があるピッチャーね、素晴らしいと思いますね。ノーアウト2、3塁なので、バット当てられたら1点入るかなというところで、ワンアウト、ツーアウトとね、連続三振で奪えたので、非常にね、良かったと思います。まっすぐも、走ってましたし、チェンジアップもいいところに決まってたので素晴らしかったかなと思います。で、これね抑えた後島地投手がねもうめちゃくちゃガッツポーズしてたんですけど、あんまり感情をね出す選手じゃないんですけど、ああいうガッツポーズ見れてね非常にね良かったなと思いますし、ああいう気持ちがこもったねピッチングできるようになったのがね今シーズンの躍進につながってるかなと思うので、まだまだこういう苦しい場面での登板続くと思うんですけど、そういった気迫を見せながら抑えてほしいと思います。で、9回のね矢崎投手なんですけど、矢崎投手ねちょっと心配な内容でしたね。1失点で抑えて、なんとかね勝ったまま逃げ切ったので、抑えとしては合格なんですけど、ちょっとフォーク頼みのピッチングというところで、まっすぐがねやっぱ高めに浮いたり球威がないというところで、小野寺選手にもヒット打たれましたし、どうしてもねフォーク中心のねピッチングになってしまってました。で、この試合はねそれでもなんとか1失点で抑えられたんですけど、やっぱ今後ねまっすぐ使えないとなると攻略されてしまうのかなと思いますので、ちょっとねお休みを与えてもいいのかなと思います。栗林投手ね抑えに戻して矢崎投手休みにして、またねまっすぐの力取り戻してもらうというところもしてもいいのかなと思うんですけど、なかなかそういった配置転換もね難しいかなとは思うので、なんとかちょっとフォーク頼みのピッチングからはね早めに脱却できるように状態戻してほしいなというふうに思います。最後に次の試合です。カープの予告先発は栗投手、阪神大竹投手となってます。まずカープの先発栗投手ですが、1ヶ月以上勝利がないということで、ここ数試合の登板はイニングも食えてないということで、ちょっとね、らしくないピッチングが続いている栗投手なんですけど、栗投手もね気持ちがこもったピッチングしてくれますので、この試合大事さというところは分かってると思うので、なんとか頑張ってほしいと思いますし、阪神戦に限れば防御率も 1.59 と、非常に安定しているので、ちょっとここ数試合のピッチングはねなかなか苦しかったので、それより以前のね前半戦の良かった頃の投球といったところを思い出してもらって、ここで出してほしいと思います。で、阪神の先発ね大竹投手というところで、もう皆さんね分かってると思うんですけども、天敵です。4試合短期戦して3勝0敗、 0.30 と全然打ってないですし、前もね完封食らっちゃったということなので、ここがねもう本当にボスですね。ただ大竹投手ここ2試合ね1軍登板ね不安定というところがありますので、そこは一つ付け入るチャンスかなと思います。横浜と巨人相手に4失点5失点としているので、もしかしたら状態落ちているのかなというところがあるので、そこが付け入るチャンスかとは思います。で、やられっぱなしじゃ終われないというところで、大竹投手に本当にいいようにされてね、それでねシーズン終わったら本当にダメだと思いますので、打線がこの試合本当に頑張ってくれたので、このね状態の良さというところをねまたこの大竹投手の時にも見せてもらって、ここでね大竹投手に今シーズン初のねカープ戦の黒星つけて攻略できるようなもんなら、カープね波に乗っていけると思いますので、ここはもう大竹投手の攻略はもうマストで頑張ってほしいと思います。で、まだまだ優勝もね目指すと小園選手も言ってくれたので、まだまだいけるというところで、そのためにはこの松田での阪神戦もう3立て3連勝が必須ですので、なんとか是が非でも3立てをねしてもらうためにも、この2戦目難敵大竹投手を攻略してもらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。久しぶりの勝利でついついしゃぶりすぎてしまいましたが、ここからカープも波に乗ってもらってまた連勝してもらいましょう。このチャンネルの登録がまだの方は登録よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。